はい、松森会議シャープ24です、はい、始まりました。始まりました。今回はね、はい、足元をねかっこよく見せたい方必見の回になると思いますよ。おお、なるほど、はい、ちょっとね、あの僕がいつもね思ってることをね言わせてほしい。あれですね、あの松尾さんが話したいっていう回です。そう、今回は話したい回で、あのね、今回皆さんに聞いていただきたいのは足をね長く見せるための裏技。へえ、そんなのあるんですか。あるんですよ。知らなかった。あるんですよ。でそれは何かというと、あのヒントはね、女子高生が昔流行ったルーズソックス。ほう、これはね効くんですよ、ルーズソックス。そう、この考え方がね自転車に実は生きるんじゃないかなっていうのが僕昔から思ってて。唐突にすごいですね、ルーズソックスが役に立つと、はい、考え方役に立つと。そう、でそもそもねルーズソックスも最近あんま履いてる女子高生いないけど昔流行ったんですよ。あの白いソックスでダブつかせてね、はい、あの足に履くっていうね、あのルーズソックスなんですけど、うん、あれの効果って足を長く見せる効果がねあるわけですよ。やばい、俺ルーズソックス世代じゃないか分かんないですけど。そうなんですか。そうそう、何かというとやっぱあの時代ちょっと昔って、あの結構コギャルとかさ、はい、入る時ってみんな日焼けしてたでしょ。日焼けしてました ね。だからその日焼けした足があるわけですよ、はいはい、でそこの一番末端部分に膨張色のソックスを持ってくるわけ。白色とか。そう、白色だから、コントラストができるわけ。あ、まあ、日焼けした足に、白い膨張色が加わるというね、はい、でこれを自転車で体現すると、うん、あの白いシューズと白いソックスを、うん、はい、高めのね長めの白いソックス合わせると足がね長く見えるんじゃないかっていう話。へえ。でこれね、あのみんな気づいてる方も多いと思うんだけど、プロ選手レース見てて、はい、白ソックスと白シューズの選手めっちゃ多いでしょ。多いです。多い。そう、みんな足長く見えるでしょ、うん、でその効果もねあるんじゃないかなと思うんですよ。あー、なるほど。要はあのふくらはぎって太いでしょ、みんな筋肉隆々でね。そうです、まあ、まあ太いというか太いパーツ、足首に比べれば太いと。太いです、ね、でもそこは太い部分はまあ、暗めな色ですよ、日焼けしてるからみんな、うんうん、で足首の部分、細くなってる部分を膨張色 の、 その白の長ソックスでカバーするわけでしょ、うんうん、そうすると要はその引き締まった色に見えるふくらはぎにその長めの白いシューズとソックスで合わせることで、うん、要は対比ができてより長く見えるんですよ。なるほど。そう、それこそさっき言ったコントラストの効果で長く見えるってことですね、うんうんうん、そうそうじゃないかなと思って。あとね、まあ、白ソックス白シューズにするとやっぱ汚れやすい部分じゃないですか。あ、見えるですね。見えるでしょ。だからそこをあの綺麗に保たなければいけないし、綺麗に保っていると清潔感がすごいあるから、うん、まあ、プロの選手あのすごい見栄えが良くなるわけだし、うん、選んでるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。松尾さんのシューズ真っ白ですけど、だいたいあれですよね、うん、汚れてないように見えるんですよ、いつも。うんうんうん、まあ、綺麗にしてるからね。綺麗にしてるんですね。そう、だからデメリットとしては常に綺麗にしとかなければみすぼらしいっていうのがある。なるほど。そう、でもね絶対足長く見えると思う。ちょっとね、あの今度ね比べてみるよ。やりますか。このね、あの配信の後に写真撮って、はい、ちょっとはその暗めなシューズとどう見えるかっていうのをやってみようかなと思って。あ、暗めなシューズ持ってるんですか。あ、一応ある。あります、ね、うん、俺だってスパイアの青いやつですもんね。うん、確かに。そうだからちょっとね、そのまあいろいろその足元のあの選ぶ基準っていろいろあると思うんだけど、うんうん、あのもしね足を長く細長くね見せたいっていう方であれば一回ちょっとね試してほしい。確かに、うん、ソックス長めじゃなきゃダメだよ。あのくるぶしとかじゃなくてちゃんとあの要はその足首からふくらはぎのちょっと太くなる部分まで覆えるような長めのやつ。なるほど、うん、ふくらはぎの筋肉のこの下ぐらいまでくるやつね。そう、今プロ選手みんなそういう長いソックス履いてると思うんだけど、そういったものを選んであげるといいのではないかなというふうに、思います。白色のシューズか。自分もそれはあの青いスパイア卒業しないとなって思ってるんで。森君ずっと使ってるよね。 あれ初期型っすよ。あ、初期型なんだ。初期型っすね。今度シューズをねちょっと変えようかなと思ってるんですけど、じゃあその白シューズで松尾さんおすすめなのあります、うん。あ、まあ、今使ってるあの FLR の、はい、あのニットのね僕はあのシューズ使ってるんですよ、はい、でニットだから汚れやすいかなと思ったんだけど実際あんま汚れなくて、でニットだから逆に、ね、落ちるのよ。あ、そうなんだ。逆に、うん、あ、普通のなんか洗濯物の容量で落ちやすい。あ、そうそうそう、落ちるのだから、ね、あれはねおすすめだなと思いますね、うん。松尾さんのシューズあれ使っている選手いましたよね。結構何人かあのワールドチームでもいる。使ってますね。うん、あとはね、やっぱその防水スプレーあるじゃない、はい、を、まあ、吹きかけておくと
ある程度その汚れとかあの水泥汚れとかも弾いてくれるから、うん、まあ、そういった感じでね、あの綺麗に保てる、まあ、方法としてはあるのかなと思いますね。峠走ったら日陰のところに水たまりがバシャーッと、うん、そうそれが弾いてね汚れるんですよ。なるほど、わかる。だけどねそれ防いでくれるし、うんうん、いいかなっていうふうには思いますね。なるほど、はい、足の手術か、足の手術やってみっか、うん、ぜひ。足長く見えるんですね。足長く見えると思う、これはね個人的なねあの考えなんで、もしかしたら見えないかもしれないけど、でもね思う、うん、あ、かっこいいよ、かっこいい、見てていいなって思うっすもん、うん、これも色付きのブルーのシューズ今履いてるんですけど、うん、白にすればよかったかななんて買ってから思うのが自分でしたね。あ、でもあれだよ、あのもちろん白ソックスだけ持ってるわけじゃないよ、黒も実は持ってて、あの雨の後とかさ乗らなきゃいけない時にわざわざ白ソックス履いてったらさ、ね、あーきついでしょ。洗うの大変だ。洗うの大変だから、しかも落ちないし、だからそういう時はベロトーゼみたいなやつを上からかぶせてシューズカバーしながら、ソックスは黒いものをね履いていくとかっていう工夫をして、うん、でここ一番ほらレースとかイベントとか、まあ、我々の場合撮影とかね、そういう時にはあのちょっとかっこよく見える組み合わせでいくっていうのはねありなんじゃないのかなというふうに、思いました。でも白シューズを買ったらなんかいろいろなコーディネートに使えそうですね、うん、足も。例えばそれこそ黒の、うん、白と黒のモノクロの、あのコントラストでもいいと思いますし、うん、なんか何色のシューズ、何白色のシューズと何色のソックスに合わせてもなんか合いそうですね。合いそうだね、うん、足長く見えるだけじゃなくておしゃれサイクリストにも確かに、ね、なりそうですね、うん、白万能だからね、うん、はい、そうだよね、結構ね印象変わると思うのでぜひね試していただきたいということで、今回はあの 足が長く見えると思う松尾的なあの組み合わせであの白ソックス白シューズというね、ものをねご紹介させていただきました、はい、ぜひね試していただければなと思います、はい、はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい。